ガラスを取り外した状態 T バールーフはオープンカーの形態の一つである。ルーフパネルの中央を細く残して左右ルーフが取り外し可能な構造のオープンカーである。1970年代にアメリカ合衆国の安全基準が厳しくなり、屋根のないフルオープンのコンバーチブルでは基準をクリアすることは技術的には可能でもコスト的に見合わなくなり、 また当時より標準装備され始めたカーオーディオとカーエアコンが屋根のない車では物の役に立たないという事情から消費者からも敬遠されるようになったため代替措置としてゼネラルモーターズがシュボレーカマロやポンティアックとランザムに設定されたのが始まりだと言われている。ティーバールーフは1970年代から1980年代に発売された。 スポーツカーの多くの車種でラインナップされていた。しかし、1989年に発売されたユーノスロードスターが世界的な大ヒットを収めて以降各社がオープンカーを発売したことや、1990年代以降は屋にそのものを格納するクーペカブリオレが登場するなど実用性の意義がなくなり、現在新車で T バールーフを設定している自動車は存在しない。 2シーターあるいは2プラス2の4シーターのいわゆるスポーツカータイプの車種に設定されており、ルーフパネルの中央を細く残して左右上部のみが開く構造のオープンカーである。取り外し可能な部分はガラスでできているものもある。ボディの高い位置の中央にモノコック構造の一部を残すことでフルオープンカーやタルガトップ車よりもボディ剛性を高めることができ、 フロントガラスを支えるための AP ラーも細くすることができるので、車体車全部の視認性も向上する。また、フルオープンカーほどではないが、運転者の真上が開けているので、開放感を得ることができる。また、ボディを含めたほとんどが専用設計のフルオープンカーに対し、T バールーフの車はノーマルルーフ車の設計。 デザインを踏襲することができるので、あまりコストがかからず T ーバールーフ仕様にすることができる。しかし、オープンカーの一種であるゆえ、T ーバーガラス周辺に付けられた、ウェザーストリッピングの経年劣化による雨漏りが起こりやすく、車齢を重ねることによるボディ構成の低下は、標準車のそれより激しいものとなる。さほど激しい走りや、大きな事故が起きない限り、モノコック車種に、 大きな問題が発生することはないので、消耗部品を取り替えれば、T バールーフ車は長く乗り続けることができる。車検証記載の車体の形状欄は、フルオープン車のホロ型に対し、セダンやクーペと同様、箱型となる。ガラスを取り外した状態。ありがとうございます。